はい、こんにちは。佐大臣三長です。本日は、平家物語勘の第7より、一門の都落ちです。平家一門、都落ちに際し、平の頼盛は、密かに源頼朝との吉見に期待をかけ、都に引き返します。前回、生産の沙汰からの続きです。一門の都落ち。池の大納言、頼盛の今日も、 池殿に火をかけて入れられけるが、鳥羽の南の門に控えつつ、忘れたることはあり、とて赤印切り捨てて、そのせい三百余き、都へ取って返されけり、平家の侍、越中の城郎病へ盛りつき、大糸殿の御前に馳せまいって、あれごらんうらえ、池殿の御とどまりろうに、 王の侍どものつきまいらせてまかりとどまるがきっかいに覚えそうろう。大納言どのまではおそれもそうろう。侍どもにやひとついかけそうらわん。と申しければ、年来の重音を忘れて、今このありさまを見果てぬ不当人おば、さなくともありなん。とのたまえば。 力呼ばでとどまりけりさて小松殿の金立ちはいかにとのたまえばいまだご一緒も見えさせたまいそうらわすと申すその時真珠納言涙をはらはらと嘆いて都をいでていまだ一日だにも過ぎざるにいつしか人の心どもの変わりゆく歌てさよ ましてゆく末とてもさこそはあらんずらめと思いしかば都のうちでいかにもならんと申しつるものをとて大井殿の御方を恨めしげにこそ見たまいけれそもそも池殿のとどまりたもうことをいかにというに兵衛の助常はよりもりに情けをかけて御方おば 全く愚かに思い参らせそうらわす、ただ故・池殿の渡らせたもうとこそ存じそうらえ、八幡大菩薩もご正罰そうらえ、何度たびたび清書をもって申されける上、平家追悼のために、売っての使いの登るたびごとに、相構えて池殿の侍どもに向かって弓引くな、何度情けを隠れば。 一門の兵器は運付き、すでに都を落ちぬ。今は兵衛助に助けられんずるにこそ、とのたまいて、都へ帰られけるとぞ聞こえし。八条の女院の仁無しの常盤殿に渡らせたもうに参りこもられけり、女院の御目のと戸、西将殿と申す女房に、相愚したまえるによってなり。 自然のことソーラーバ、よりもり構えて助けさせたまえ、と申されけれども、尿印。今は世の世にてもあらばこそ、とて、頼もしげものうそ仰せける。およそは兵衛の助ばかりこそ、法人は存ぜられるとも、次世の源氏どもはいかがあらんずらん。なましいに、 一門には離れたま犬、波にも磯にもつかぬ心地ぞせられいける。去るほどに小松殿の金たちは三味の中将これもりの京をはじめ立てまって、兄弟六人、そのせい千儀ばかりにて、淀の睦田瓦にて、京合におっつき立てまつる。大糸の町受け立てまつり、嬉しげにて。 いかにや今までとのたまえば三味の中将を幼き者どもがあまりにしたい相を、を床をこしらえおかんと地産塚祭り相良犬と申されければ大井殿などや心強六代殿おば串立祭りたまわぬぞと仰せられければ これもりの行く末、とても頼もしゅうもそらわす。とて、とうにつらさの涙を流されけるこそ悲しいけれ。落ちゆくい家はたれたれぞ。先の内大臣宗り公、う、大いだ時なご重ときたら、へいじゅ智な首里の大んのか上門よ清宗。 山の中将重衡、小松の三味の中将これ森、新三味の中条助盛、越前の三味道盛、天上人には、蔵神信元、讃岐の中将時真、左中将清常、小松の少将有森、丹後の侍従忠房、皇后空之助常政、佐間神幸紀盛、薩摩の,忠の神忠則、能登神則常、 武蔵の神智明、備中の神諸盛、淡路神清房、終わりの神清だ、若狭神常俊、兵部の将正明、クランドの大夫成盛、大夫厚盛、うには、二位の宋頭千進、星庄氏の修行農園、中納言立志中海、教授坊のあしゃり遊園、侍には、頭領顕微子、F、 百六十人都合そのせい七千余きこれは東国北国殿の戦にこの二三か年が間討ち漏らされてわずかに残るところなり山崎関戸の院に玉のみこしを書き据えて男山を伏し拝み平大納言時たらの京南無奇妙長来 八万大菩薩、君をはじめ参らせて、我ら都へ返し入れさせたまえ、と祈られけるこそ悲しいけれ、おのおの後ろを返り見たまえば、かすめる空の心地して、けぶりのみ心細く立ち上る、平中納言のりもりの京、はかなしな。 主は雲井に分かるればあとは煙と立ち上るかな首里の大仏根森ふるさとを焼け野の原にかえりみてつえも煙の波じおぞゆくまことに故郷をば一片の円陣に隔てつつ 全土万里の運路に赴かれけん人々の心の内押し量られて哀れなり肥<あ>後の神貞義は川尻に源氏松と聞いてけちらさんとて五百余器で発行したりけるが日がことなれば帰り上るほどに鵜殿の,の辺にて強豪に参りよう貞義馬より飛び降り 脇ばさみ、大糸の御前にかしこまって申しけるは、これはそもそも、伊豆地へとて落ちさせたまい候をやらん。西国へ下らせたまいたらば、おちうととてあそこここにて打ち散らされ、浮き名を流させたまわんことこそ、口をしうそうらえ。ただ都のうちでこそ、いかにもならせたまわめ。と申しければ、 大殿、定義は知らぬか。基礎、すでに北国より、小万よきで攻め上り、比叡山、品菓坂本に、みちみちたんなり、この夜半ばかり、法皇も渡らせたまわず。おのおのが見ばかりならば、いかがせん。女院、兄のに、目の当たり、 浮き目を見せまいらせんも心苦しければ、行合をもなしまいらせ、人々をも引きぐし立てまって、ひとまどもやっとおもうぞかし、と仰せられければ、さっそらば、定しはいとまたまわって、都でいかにもなりそうらん、とて、召ししたる五く余きの聖おば、小松殿の金たちにつけ立てまつり、 手勢三十期ばかりで都へ引っ返す。今日中に残りとどまる平家の与党をうたんとて、定義が帰りいるよし聞こえしかば、池の大納言、より森が上でぞあるらん。とて大きに騒がれけり、定義は西八条の焼け跡に大幕引かせ、一夜縮したりけれども、帰り入りたも平家の金たち、 一ょもおわせねばさすが心細そうやもいけんんじの馬のひずめにかけしとて小松どののは墓掘らせこ骨に向かいたてまって泣く泣く申しけるわあなあさまし小一門もこらんそうらえうあるものは必ずす、た楽しみ尽きて悲しみきたるといにしえより 書きおきたることにて宗らえども、間のあたり、かかる浮子うきこと宗らわす。君はかようのことを、まず、悟らせたまいて、かねて、仏人、三方にご寄せあって、恩よ、はよ、せさせましましけるにこそ、ありがとうこそ、覚え宗らえ。そのとき、定義も、最後の恩ともつかまつる病、宗らいけるものを、 なき命を生きて、今はかかる浮き目に逢いそろう、死後の時は必ず一仏戸へ迎えさせたまえ、と泣く泣くはるかにかきくどき、骨をば荒野へ送り、あたりの土をば鴨川に流させ、世のありさま頼もしからずや思いけん、衆と後ろ合わせに東国へこそ落ちゆきけれ。 宇都宮おば、貞義が申し預かって情けありければそのよしみにや貞義・宇都宮を頼んで下りければ法人しけるとぞ聞こえし一門の都落ちでした次回福原落ちに続きます本日も佐大臣三長がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました